は2月の15日水曜日11時を迎えしました。大ちゃん、うたさんの人生楽しみましょうの時間がやってまいりました。パーソナリティの片山大蔵です。こんにちは、ゆっきー。はい、こんにちは、ゆっきーこと勝田接骨院広報部長の勝田ゆき子です。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。横浜銀杯翔さん、こんにちは。どうもこんにちは、横浜銀杯翔です。あのさ、いやあのほら、ユッキーの声って本当にいいじゃない、はい、いやいや、そんなことない。ラジオのパーソナリティみたいじゃないですか、うん、パーソナリティだからちょっと俺もなんかちょっと渋い声で出てみようかなと思って。こんばんは。嬉しい一じゃねえか。ちょっとね、ほら少し普段の声でババッと喋ってもいいけど、うんうん、やっぱラジオっぽく、ラジオっぽくね、俺は思うんだよ。ナレーションの話とか来てもいいと思うんだよ、この世界遺産とかね。そうね、だからそういうのやりたいかもしれないのに仕事が来ないのは、うん、ラジオでキャラキャラキャラ、ね、高い声で喋ってるからですもんね。あ、もうちょっと落ち着いた声で、なるほど、低音ボイスで、そうイケボで、だ今日はちょっとイケボでイケボでお届けしたいと思ってます。何さて、いつまで続くでしょう。そんな顔してニコ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 笑って失礼だな本当にもう。はい、ということで今日も一日、だからさ、今日ね、はい、あのバレンタインデーの翌日じゃない。そうですね、だからって、うん、先週でもうよかったのに、もうバレンタインデーをまたいで、うん、今日15日なのに、うん、たくさんの方が来てくれて、ね、この本当ですね。しかもここさ、うん、ね、スタジオ的には2階だけど、はい、ね、だけど本当は5階じゃんこれね、大ちゃん、どうぞどうぞ、そこそこそこ、モレラが上がってくるときに、そうだ、ね、4階上がってきて、はい、4階上がったとこがモレラの1階なわけじゃん。確かに確かに。でもう1個上がって2階だから、はい、下の人たちがしてみたら5階で撮ってるわけよ。なるほど、ね、そう言われてみれば、それを今日寒い中風吹いてるのに、うん、みんな本当に厚着してきてもらって、先ほど私、はい、北海道終わりました、はい、優しいな。いやいや、大ちゃんだってみんなにコーヒーあげてたじゃない、もうバレンタインだからね。優しいね、バレンタインだからね、うん、まあ、そんな感じで、まあ、1日遅れてますけどね、たくさんあのプレゼントいただきましてありがとうございます。後ほどユッキーからももらったんだよ俺、もらった後ほどね、ユッキーのコーナーでねあれするけど、いやあのおまんじゅう、とつかの、そう、あのチョコは ね、いっぱいいただく、ね、あのそうだね、いろんな方にいらっしゃ、ね、いただくのかなと思って、おうおうおう、ちょっと趣向を変えて和菓子にしてもらいました。いいな、あとなんか変な、変なじゃない、あ、変これはね見つけた、これも翔さんと大ちゃんにと思って、これ葉巻のね、葉巻型のチョコ、チョコね、あの昔シガレットとかね、ありましたね、タバコ型のね、うん、50円ぐらいのね、ちっちゃい箱に入ったね、タバコ吸ったふりしてね、そう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 、ね、で親に何やってんのって言われたいがためにね子供だな、子供だったんだもんね、子供ですよ。以上です。バレンタインってまたメールが来ていますね、うんうん、タクシーテリーさん、はい、大ちゃん、翔さん、一輝さん、こんにちは。こんにちは。私の右下奥の銀歯が外れてしまい、行きつけの、うん、行きつけの歯医者さんに行くと、うん、根っこはもう使えないからという理由で、うん、昨日のバレンタインの日に抜いてしまいました。決してチョコレートの食べ過ぎではありません。もらったチョコレートは当日食べることができず、すべて冷蔵庫の中、うん、今抜いた傷口からほのかに香る血液の鉄分の味を感じる様々なバレンタインデーを過ごした私なんです。生々しいですね。わかるね、うん、鉄の匂いがするんだよね。そうなんですよね、うん、でも歯って本当ちょっとかけただけですごい違和感ですよね、うん、そう、ね、よちのりさん、はい、今朝も寒いですね。寒い、外気温3度、8時半、風が冷たく電車待ちが寒すぎます。あ、電車もホームも寒いもんな。寒いですね。で電車の中は暑すぎるぐらいで ね、電車乗らないからさ、わかんないんだよね、うん、さて昨日はバレンタインデーではなく神奈川県立高校の入試でした、うん、そうだそうだそう、そうだ、翔さんの後輩たちになろうであろう受験生も多く、うん、まずはみんなよく頑張ったと思います、うんうんうん、昨日の神奈川を皮切りに来週は東京、千葉、埼玉と関東県内、うん、県内の公立高校の入試がピークになります。あ、そうなんだ、と今受験生は大変ですよ、うんうんうん、神奈川の合格発表は2月の28日です、うん、また今年の結果をお伝えできるように私も頑張ります。そうだよ、よちのりのところはほらね、予備校だから、予備校だから、たくさんね合格してくれることを、まあ、目標としてるわけだからさ、うん、ですね、今週もしんどい時こそ心に元気、うん、守って攻めて健康第一、うがい手がらいロックンロールでよろしくお願いします。よちのりさん、先生すごいよね、本当受験生はね今本当に風邪もひけないし、そう、ね、俺もさ中学から高校に上がるときに
受験勉強した覚えがあんのよ。ほう、遅れまぜながら、うん、ね、なん、あの俺中2ぐらいからグレてるからさあのそれまでは結構勉強できてたんだけど、中2からグレてるんで、あのどんどんバカになって勉強しなくなっちゃったから、うん、だからそのいや、いざ高校受験しようってなった時に本当ね大変だった覚えがある。グレててもやっぱそういうところはやっぱあの裏でこう努力はするんですね。だからその気づいたのがさ、もう3年生のさ終わりぐらいになってさ受験が始まるってなった時に、うん、あ、これあの、まあ、公立、俺公立行ったんだけど、あの私立だと金かかるし、うちほらあの兄貴が私立だったから、うんうん、金かかるしみたいなことを子供頃思って、で公立にどうとりあえず受けようと思ったんで、そっからね勉強したことなんだよね。だから本当はそのまま勉強したらもっといいとこ行ってたんだよ。そうなんだよ、だって勉強しなくてあの優秀なあちらですもんね。だからそれ落っこってってそこだった。そうですよ。だから地頭が翔さんはいいんですよ。だから本当、まあ、家族もね大変だし、今はほら予備校行くのは普通になってたけど、うん、俺らの頃は塾行ってるやつがたまちょこっているぐらいで、うん、もう学校の勉強だけで誰も教えてくれない中自分たちですじゃん。なんかほらなんて言うんですか、その不良の人たちってあんまり勉強するイメージがないけど、うんうん、頭いいみたいな、そういうのあるじゃないですか。そうだろ。容量良かったりするんだよ、脳みその使い方が。頭いいんですよね、うん、不良の人たちは。神様よろしくだからね。そうだけど、まあね、家族の人が大変だと思うし、本当本当ね、家族の方も風邪とかインフルエンザとかね引けないし、本当ピリピリしてますよね。そうですね、あの吉野にこんなこと言って怒られちゃうけど、なんか受験料も値上がりしたらしいっていう話。そうなんだ、俺らの頃は250円ぐらいだった気がするんだけど。うっそー。大阪のトントンさん、はい、トルコ地震で被災された方、未だ不明の方、多くの方ご無事をここのように記念しております。それ3万人とか4万人でしょ、もう、うん、どんどん増えていったもんね。いかんすね、ちょっと本当に皆さんちょっと募金みんなしちゃいましょ う, そうだ、ね、さてバレンタインデーでしたが、私は仕事場で数個の義理チョコをいただいたのみで、来月のお返しの準備をかなり託しております。大阪ではここ数年ですっかりメジャーになっていたバレンタイン商品として551の豚まんだ、うん、のハート型の豚まんがあります。うぃかわいい、よく作れんなそんなの。ゲットするにはかなり並ばないといけない状況になっていたようで、うんうんうん、コロナの影響もあり今年からは予約販売のみとなってしまいました。チョコもいいけど豚まんもね、うんうんうん、といったところでしょうか。いいねいいね。ところでその呼び方は大阪では豚まん、関東では肉まんと聞きます、うんうん、スタジオの皆さんどっち派でしょうか。横浜の中華街では中華まんだったような記憶は、うんうんうん、富士ライジンツアーの方は金沢8ホールのチケット無事ゲットできました。個人的にはツアー初日になります。マスクの扱いがどうなるか分かりませんが、まず体調万全で頑張ってきます。スタジオの皆さんもどうぞご自愛ください。大阪のトントンさん、豚まん肉まん、俺肉まん、肉まん。でもこの間中華街ちょうど行ったんですけど、うん、あの江戸清さんは豚まんでしたよ、うん、中華街はなんだろう、豚まんで統一してるみたいな感じだよね。あ、そうなんですね。ほとんど豚まんでしょ書いてあるの。肉まんとかあんま書いてない。肉まんとあまり聞かないですよね、中華街はね。なんかこうなんですか、あれ、あのコンビニだ、うん、コンビニとかだと肉まん、うん、そう、肉まんあんまんだもん。だって、ね、こっちはほらなんだっけ、あのメーカーどこだっけ、山崎とか中村屋とかなんかね、なんとか屋の肉まんあんまんって、あ、井村屋、あ、井村屋、はいはいはい、井村屋って東京かな。井村屋はどこ、あ、どこだろうね。でも言ってるぐらいだからこっちの関東圏なんだろうね。ね、なんか大体スーパーで袋に入ってるのは肉まんあんまんって書いてあるんですよね。ピザまんとかね、うん、そう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 、ね、俺扱いは大きさな、あ、コンビニのちっちゃいやつは肉まんと思って、豚まんは中華街のでかいやつ、俺そういう使い分けしてんな。おお、なるほどね、それはありかもしれないね、うん、具がいっぱいね、うん、っていう感じでね、俺はね豚まんって書いてあったらね、あ、豚まんって言うけど何も書いてなければ肉まんって言うから、うん、どっちも美味しいから好き。でも豚まんの方がガッツリ入ってる気は、うん、感じはするじゃんね、肉肉しい感じはしますね、うん、肉まん豚まん戦争ですね。だってほらあんまんも普通の小豆と、うん、あの中華あんとあるじゃないですか、うん、おー、そうだっけ、ね、あのごまあんっていうんですか、うん、ごまあんじゃないのにあんまんって違うんだ。普通の小豆入ってるのもありますよね、こしあんとか、うん、あんまん食わないからな。あんまん美味しいじゃないですか。あんまんカロリー爆弾、ね、あ、話しちゃった。またこのまま長くなってから、そうそうそう、食べ物になるとね長い長い、はい、ということで今日も1曲目いきましょう。横浜銀蜂さんセカンドアルバムからお届けしたいと思います。みんなケツ触れよ、ヒップフリフリロックンロール。
横浜銀杯でヒップフリューリロックンロールをお届けしました。横浜銀杯さん風神雷神ツアー2023 3月10日横浜ベイホールを皮切りに、誰も知らない劇場仙台、郡山、金沢、長野、大阪、そして福岡、広島、小樽、札幌、名古屋、静岡と続きます。ツアーファイナルは5月の4日、EX シアター六本木でお届けします。東京ですね、場所はね、生誕祭ということでゲストもありっていうことなんで、5月の生誕祭さんって誰かなみたいなこととなっております。チケットの問い合わせの方はですね、銀杯のホームページの方を見ていただいて、確認よろしくお願いします。誰も知らない劇場って本当見てみたいです ね、 どんな感じなんでしょう、でも誰か知っちゃってもそれでも知らないって言い張ってたらね、とぼけたライブハウスだと思います。うちの息子とうちの袋が5月30日だ、あ、じゃあ月曜行くのかな、じゃあ5月の4日に大ちゃん の、 あのお袋さんがやってきて、ね、豆買うかとか言ってコーヒー豆買うかなんて言うと思いますけどね。横浜銀杯さんの風神雷神ツアーは3月の10日から始まります。各地ね、あの今回は、いろんなところに行こうということでね、あの場所いろいろ増やしましたので、ぜひお近くのライブハウスの方に集まってもらいたいと思います。はい、この番組は真心こもったサービスを提供、安らかな葬儀をしていただける365日24時間対応の江南中央駅すぐそばの清水公益社サバスホールさん、戸塚区戸塚町をはじめ関東関西に展開している植木屋ガーデンエクスプレスのベテラン庭師の松沼さん、四季折々のフルーツや甘くてジューシーなフルーツケーキなどが揃う老舗果物専門店ティーベリー豊田屋さん、心からくつろげるひとときや本当に美味しいと思えるひとときなど心をより豊かにする活動を行う JT さん、そして困ったときに来ていただければすぐに治療ができるをコンセプトに横浜市内に5店舗の接骨院整骨院を展開している我らが勝田メディカルグループの提供で放送させていただいております。ほらゆっきに来てるよ、八丈島リックさん、リックさん、皆さんこんにちは。こんにちは。今日の八丈島は雨、おお、あっちこっちヨータして戻ってきました。おしこしてきて、おしこし違うだろ、違うだろ違う、犬の散歩じゃねえんだから違うだろ久しぶりにリアルに聞けて嬉しいです、うんうん、久々に八丈島情報、うん、今年も感染状況などでどうなるか分かりませんが、うん、八丈島フリージア祭りが3月18日から4月の5日開催予定です。すごいね、フリージアって花が見れるのかな。そうですよね、そうですね大歓迎しますのでぜひお越しください。3月18日がいつまでですか。4月の5日まで、5日まで、あ、結構長く咲いてるんですね、フリージャー。こんなあの骨董品とか出てくるわけじゃないねそんなもの見せてもみんなフリージャーみたいなちなみに八王子はいつでも楽しさがありますので年中無休でお待ちしております。仕方すんなよではではユッキーさんの声に癒されながら最後まで楽しめていただきます。ユッキーさん大好きなリックさん、リックよりやって、いや、ありがとうございますそうか、フリージア祭りいいな、ね、なんかいいですね、そういうお花見的なね。そうそうそう、でもそんなお話になる時期ですかね、うん、そうね、春も春がやってきた、ね、しかし多分寒いですよ今日も。寒い、今日寒いのにも、昨日の雨もすごい寒くて、みんな本当に寒いのにご苦労様です、ありがとうございます、ね、本当に暖かくしててくださいね、そんな人の、ロンリーウルフ君ね、うん、ご家宝持ってきてくれました ね、 嬉しいですね、きな粉がこぼれにくいんだよね。マガルちゃんはチョコに漬物、漬物だ今ねスタジオはね漬物臭いのすごいの、ちゃんと保冷パックにあのジップロックしてギュッてやってくれてるんだけど、すっごい漬物臭いの、キムチのごとくみんなにあるからね、あ、みおちゃん、いつもみおちゃんはで手作りケーキ、今日プリンだそうです、そうで、ゆきはね、とつかのおまじって、はい、で、タムさん、スープね、あのスープで温まってことで、ね、いいですね、皆さんいろいろあれしてくれますけど、うん、いやー、なんか漬物くせえなと思ったらねこら生活感がね、すごいたっぷりな感じ、ね、はい、ありがとう、来てくれるといえばですね、はい、ゆりえさん、はい、大ちゃん、しょうさん、ゆきさん、こんにちは、こんにちは、先日友人と FM 戸塚を目指して意気揚々と我が家を出発しました。来たもんね先週ね、うんうん、戸塚に行くのだからと車検も数日前に済ませました。おお、偉いね。さあバイパスに合流するぞという手前で、うん、ちょっと待って、アクセル床板いっぱい踏み込んでもう進まないんだけど、なんでしかも交差点過ぎた直後の道路で、
ディーラーに電話したらすぐレッカー手配しますということで、とりあえず運んでもらいました、そんなことあるんだ。あの何の車検だったのと私は泣いてられません。そうだよな、長さんと大ちゃんに会うために戸塚に行くんですもん、うんうんうん、駅で言えば4つ先でしたが、うん、我が家へまで戻り、友達が家まで乗ってきた車に乗り換えて気持ち新たに戸塚行こう。長さんと大ちゃんに会えて、レッカー車の お客様控えに記念に長さんのサインをいただきました。本当だよ、人家万世さようが馬、うんうん、これ人生って書いてある、うん、人間パン人間、人間だよね、うんうん、さようが馬だね、うん、いいこともあったりいいことはあるけど、うんうん、悪いこともあるかもしれないし、うん、悪いことあったりいいことあったりするっていうようなことだよ ね、 そうね、車は止まっても絶対に会えないと脳裏をかすめましたが、結果は翔さんにも会えサインもいただき、横浜銀杯コレクションが増えて結果最高でした、ありがとうございました。イリーさん、ね、なんかそういうトラブルが逆に、はい、まあ、思い出になったりとかもするからね。いやでもなんか車検とかほらこう点検に出した後にそれは怖いですね、うんうん、まさかそんなことね起きると思わないじゃないですか、ね、多分ねバッテリー電気関係だと思うけど、うん、いやかわいそうだよ ね、 ねなんですけれど、うん、ロックのママさん、はい、今日は1ヶ月目にモレラにお邪魔させていただこうと車で出発、はい、途中神奈川県に入ったら小雪がちらちら、うん、神奈川県外が引っ越えと思ったよね、県外から来るってことね、そうですね、去年買っておいたチェーンは車に積んであるものの、うん、先日生まれて初めて自分でチェーンをはめてみました、おすごいけど外すのが大変、うん、おまけにこんな寒さの中チェーンをつけるなんて想像しただけでもうんざり、うんざり、なかなかつけられる人いないからね、迷わず途中で車をパーキングに預け、うん、ただいま電車で東戸塚に向かっております。さっきのこの入江さんもそうだよね、先週今から行きますって、なんだろう、なんか鬼門かなんかあるんですかね。だからスタッドレスハイトケッツのチェーンをつける前にそうだね、ちょっとぐらいの雪でもね、昼間は走れるから、ね、いやでもね、まあ安全大事だから、そうですね、でも本当事故なくてよかった、ね、電車に乗り換えてそのやれば憂いなしで買ったチェーンだけど、ロックのママさんいますか、いないじゃないですか、早く来てください。今日は翔さんに会いに行くことを優先しました、が電車内に体調の悪い方がいらっしゃると、アナウンスから入り、もしあの遅延とかかなりの速度を落としての運転になっております、大騒ぎ間に合うかな、踏んだり蹴ったりだね。ところで翔さん、はい、テレビでは来月の13日からマスクを着用は個人判断になるようですが、うんうんうん、ライブでのマスク着用はどうなるんでしょうか。ライブはですね、はい、あのマスク着用です。すいません、まだマスク着用です。そうですね、ただ、はい、マスク着用での声出し OK の場所が結構ありますんで、マスクはしてきてもらいますけども、声出し OK がほとんどです。一応あの会場に各会場ありますんで、聞いてみてください。ほとんどのが今声出し大丈夫だよ。おー、すごい進歩だ。今一応ライブ の、 あのリハーサルは一応声出しありのを仮定しての、練習をちょっとやってますね。ずっと さ声出すのやってないから、あの声出さないでジェスチャーとかしてるから、そうですね、なんか足踏みとか手拍子とかでね、ずっとね苦し紛れのやってきたから、何やってたっけとか言うのがさ、一時期ほら翔さん、あのなんか踏んで、うん、あのほら笑い声とか、ね、そう出るのをね、そうそうやってらっしゃったりしてたんで、ね、いろいろ駆使してたけどね、でも、多分この富士ラジツアーの方はマスク着用で、声出し OK のところが多いので、楽しみです。これは楽しみだ、ねね、はい、3年もの間マスクをしてきた私、うんうんうん、確か去年だった、うん、翔さんがマスクを取っても OK になったの、取っても OK になった時に、その絵、うん、手入れをしておいた方がいいよ、うんうん、的なことを言っていたような、確かおっしゃった通り、で私どうなのよ、うんうん、どうなのよ、私花粉症だからまだマスク外せないんだった、いやいやいや、ダメでしょ、ダメでしょ、外した時に、ね、どこのやっぱ美しくあってほしいじゃないですか。そうですね、ほら札幌のロコさんみたいなの5箇所使える美顔器、美顔器ね、5箇所使えるやつ ね、 ね、5機能じゃなくて、5機能じゃなくてね、そうやって頑張らないといけないね。だけど本当にマスクってさ、まあ、ある種便利だけど、どっか普段プラプラ出歩くときに帽子かぶってマスクしてたらさ、分かんないもんね、これね。ああ確かに、ね、もう全く目しか出てない、真逆じゃん。でサングラスかけてるところを外して、うん、他出てるところ全部隠してるわけだから、はい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 、マスクはね。
だから分かんなくていいけど、たまに俺と分かってほしい時もあるわけじゃん。なるほど。くちゃーって入ってた時に、はい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 、みんなはーっていう顔して俺だよってマスクを取らないと分かんない時あるんだよね。なるほど。だから、取れるようになったら、まあ、女の子はねちょっとね、少し 2,3 年楽しちゃったじゃん、うん、そうなんですよ ね、 ねもうちょっと外したくないですもんね。そうなんだよね。だけどでもユッキーは綺麗だから大丈夫。いや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 、このねフェイスラインとかあるじゃないですか。でも男性も結構ほらマスクがあるからって言ってひげ剃らなかったりとか、ね、みんな楽結構してますよね。違う意味でみんな外したくないって言ってる人もいますよね。だみんな人相変わってますよね多分。あ、そうかもしれないね。マスク取った顔のイメージと 逆にコロナ禍にで初めて会った方はこの目しか見てないんで、うん、そうそうそう、マスク外したお顔ね、うんうん、見てないので、あ、こういうお顔だったのねみたいな感じになるんじゃないですかね。目、目は女の子魅力的だもんね。あ、目だ、化粧気合い入れてますもんね。そうそう、だから綺麗に見えるよ。まあ、今日来てる子たちもみんな可愛いもん。まあ基本ほら撮ったらね、撮ったら失礼な、みんな可愛い綺麗なお姉様方ですよ。え、でもそうでしょ、今付き初めて付き合ったって言った時に、うん、マスク外して、え、この顔って思ったり、ほらスキー場の、ね、あのサングラスとかと一緒ですよね。ゲレンデビジューと同じだよね。そうそう、かっこよく見えるけど外したらあら残念みたいなね、そういう感じもマスクありますよ ね、うん、だ幸せになる人が増えたね、じゃあ。まあ、うん、そうねどっちが、やっぱでもさ、サングラスを外して、うん、えーってなっちゃう人の方がマスクを外してえーになっちゃうよりも多い気がするんだよね。だ目ってすごいね、ね、うん、結構なその魅力な武器だよね。確かに確かに、うん、ね、それはありますね。だから今マス 目が綺麗だからマスク外してブス、マスクサングラスしてて外したら変な男どっちもどっちかな、ね、どっちもどっちですね、まあ、俺全部両方してますからね確かに今ねサングラスにマスクですから。確かに、で帽子ね、もうそう、でもなんかもう魅力一個もかけらもないよねどこも出してない耳かな、耳、うん、あ、耳で勝負いくんですね。耳でしょ、なるほどなるほど、男は耳でしょ。さすがプロは違うなさっき言ったロコさんからメール入ってます。おお、札幌の白い妖精ロコです。白い妖精うるせえよでも結構好きこのフレーズ大ちゃん、翔さん、ゆきさん、こんにちは。こんにちは。札幌大雪です、うん、昨日仕事後コロナワクチン接種、うん、今朝は副反応があって出始めていますが、あ、痛い、休養のため外出中です。おいだ気分なす問題なんだよね、うん、副反応だと思ってるから持ってるだけ、うん、今年はチョコを送り損ねました、残念です、すいませんでしたって札幌の白い寄せよロコさん、いいんだよそういうコメントを送ってくれればもうそれだけでね、バレンタインで気持ちだから、そうそうそう、気持ちだから。この彼女のでも逆センスって面白いもんね、うん、もっともっとだから磨いてって感じだよ役場さん、はい、大ちゃん、翔さん、ゆっきー、こんにちは。こんにちは。秋田の役場です、はい、先週放送で読みましたよね、うんうん、先日娘がモネさんにお邪魔させていただきました、うん、とても親切していただいて本当にありがとうございました。いいえ、お店では翔さんに宛てたメッセージを書かせていただき、娘が書いた通り私は中学1年で横浜銀杯と出会い夢中になり、今年56になる私の体は8割9割横浜銀杯でできております、うん、そうだね、縁あって娘は横浜で働き暮らしております、うん、そしてこの度翔さんと私をつなげてくれました、本当に嬉しいです、うん、そこで翔さんに一つリクエストさせてください、はい、ぜひ翔とジョニーのロックンロールお願いします。パノラマワイドの音源は今も所有しておりますが、今の翔さんとジョニーさんでやってほしいです。ジョニーさんと相談して検討お願いします。長くなってしまいましたが、最後に私の暮らす地域ではおにぎりを買った際、うん、おにぎり温めますかと店員さんが聞いてくれます。お、実際温めてもらったことはありませんか、秋田で温めたって、高いところはなんとなくわかりますよね。そうだね、秋田、秋田は寒いところ、寒いところがね、そうだね、うん、これが楽しい番組に期待しております。皆さん体気をつけて頑張ってください。ありがとうございます。ショートジェニーのロックンロールなんかやってたのかね、パノラマライワイド、うん、ラジオの頃の
いたずらな曲なのか、うん、だって覚えてないんだよね、役割ちゃん。ほとんど横浜銀杯の役割さん、56歳、ね、結構コアな感じなんですね、じゃあ。で、娘さんがまたタイムリーにですね、うん、横浜で働いてて、ね、はいはいはい、モネさんに先日また来てくれて、翔さんの専用シートにメモを残された、そうです、ね、モネの専用シートに来てくれて、先日の放送で早速読んでもらって、嬉しかったです。父と連絡を取りながら、リアルタイムで聞いていました、ね。父は先日の放送を聞いてから、俺たちのグラフィティドリームが懐かしいと、翔さんのソロ一発目のライブ CD を聴いて仕事をしていたそうです。18歳の時のドキドキしながらも秋田から日本武道館に向かったことを思い出したそうです。役は娘って書いてありますね。なんかさ、ね、娘で秋田から横浜来て、でモネさんに来て、なんか困ったことあったりとかね、大ちゃん相談したりとか、そういうコミュニケートができてたらなんかいいよね、うん、そういうのって、ね、うん、でもそれから万が一うちの店で翔さんと会っちゃって、娘さんが、うん、いいじゃないですか、いや、あ、怒るの親父はどういう気持ちなんですか ね、ほとんどね、8割方横浜銀杯できてるのにおめでさきそう、1割もないお前がなんで会うんだみたいな ね、そうですね。モネさん情報、モネさんのね、西洋シートからの付箋です。翔さんへ、今日は黒船テレビのジャムライブ、先週あったんですよね、参戦しました。その時にモネさんでパワーをつけるためにやってきました。来月もライブ楽しみです。赤木のふみえさん、ふみえさんね、モネさんに来て、はい、ジョニーとかタクとかみんなにチョコレートを配ってくれて、はいはい、それをランさんの嫁さんのミュウちゃんに全部預けて、はい、みんなに渡しといてね、いやだからね、お住まいが結構遠いらしくて、そうそう、でもね、温泉旅館やってるんですよ。で、みんなで行くとか言って、なんかこの間後輩が言ってましたよ、はい、皆さん近くうち の若い人行きますね、よろしくだからね、ライブの遅い時間だともう帰れなくなっちゃうって、うん、日付変わっちゃうとかなるほどね、言ってたじゃあ翔さん、元カリー、いや元カリー行ってきました。元カリーマーガレット、これ何元カリーってあカレー屋さんね、日曜日しかやってない、そうでしょ行ってきました、えらい、美味しかった、えらくない、スタジオの外で回るっていう、元カリー、元カリーさん、ね、いやありがとうね、マーガレットさんに俺ねチョコレートもらったの、うんうん、そしたらそれこそティーベリーでちゃんと買ってくれたチョコレート、ほら気持ちいいリスナーだね、そうそう、漬物臭いけどねちょっとね、ほら2月の14日、翔様スタジオに行けるように仕事して、頑張っています。萩中音楽祭も楽しみです。久美子正人さんもモンデさんの方に来てくれました。なんかねいいね、楽しいよねそういうのですね、うん、なんかだんだんそうやってねスタジオにっていう風に言っていただいて、うんうんうん、ね、実際ほらまだなんとなくソーシャルディスタンスですけど、うん、結構ねいらっしゃっていただけてちょっと嬉しいですよ ね、うん、先ほどプレゼントくれました、ペンネーラジオネームロンリーウルフ君、翔さん大ちゃんゆうきさんおはようございます。今日は今年初観覧です、ね、うん、去年11月から今日まで、待ち遠しかったです。ファントムの深谷スーさん、だいぶ回復してきました。病院のベッドで聞いてます。翔さんの、存在はみんなのパワーをみんなにパワーを与えてくれてることです。風神雷神ツアーどこかで参戦しますね。翔さんいつもありがとうございますと今日のお手紙もらいました。で深谷のスーさんちょっと具合悪くて入院してますけども頑張ってくださいね相変わらず、ね、でも気持ちってやっぱしパワー的に大きくなりますもん ね、そうだよね、うんうん、そういうそんな翔さんにパワーを蓄えていただきたいということでですね、うん、はい、鹿児島のカッパー由美子さんから、カッパー由美子、はい、うん、今日はねコキアの話題じゃないんですよね違うの、そう、ね、いわゆる枕のお話、お、いいです ね、以前ねおっしゃってましたけどいい枕ないかななんてね翔さんおっしゃってましたので、うん、すぐに、お手紙いただきました。敷布団と敷布団がいいの見つかって、ね、今本当いい睡眠取れてるので、もっといい睡眠を取っていただきたいということで、ね、うんうん、おすすめの枕が、うんうん、ここに書かれております。何ぞ、はい、じゃあこれとりあえずチラシも入ってます。お先真っ暗ってじゃないですか大丈夫ですか、すごいね、ね、これ商品名言っちゃっていいんですかね、うん、いい、はい、ショップジャパンのセブンスピローですと、おこれは本当におすすめです。あ、でもさなんかちょっと根性なさそうでね、低反発書いてあるよ
お前そんな根性ねえことどうすんだよ、まあ、翔さん朝は元気なの、そう反発しろよもっとみたいな高反発じゃないとダメみたい、ね、高反発じゃないで、ね、そうそう、で、私はちょうど1年前に購入したのですが、うん、買ってよかったなと毎日寝るたびに思います。それはいいね。私はそこまでなかなか合う枕が見つからなくて、うん、あ、それまごめんなさい、私もそれまではなかなか合う枕が見つからなくて、うん、朝起きてもなんとなくだるかったり肩や首が痛かったりだったのですが、この枕にしてから全くなしです。このおかげで寝つきも良くなり、 4,5 時間しか睡眠時間が取れなくてもすごく深い眠りについた感じがあります。睡眠の質がいいってこういうことを言うんだろうなと思ってます。そうだね、ただまあお値段が若干ね、うんうん、お高いですよね、一般の枕よりね。そうなの、うん、16,800円、安いじゃないですかでもまあ寝るのは毎日のことなので、そうそうそう、納得のいくいいものを一生ものとして買うつもりで選んだ方がいいと思います。睡眠って本当に大事ですよねと、枕でこんなに幸せ気分を味わえるなんて嬉しいですよ。 セブンスピローを検索すればネットからも注文できますし、フリーダイヤルでも受けてです。なんかショップジャパンの方なんですかでもしよかったらご検討されてみてください。すごいよ ねこだわるんですか。でも俺枕って全然何でもいいの。いや枕全然違いますよ。全然違いますよ。全然違う。あのホテルに行くじゃないですか、やっぱ地方とか行って、やっぱ枕がいくつか置いてあるところがありますよね。はいはいはい、はい、あのもうこれしてくださいっていうところの入っちゃうと、うんうんうん、あっちゃこれからの。翔さんどういう枕選ぶんですか。俺はね、あの毎回違うの。疲れた時とか疲れてない時で、うん、あのちょっと固めが良かったりとか、そう気分によって。そうそう気分によって。だからその日に、ね、選びたいのが好きなんだよね。じゃ翔さんの家に行くといっぱい枕があるんですか。うちいっぱいあるよ。うん、だけどもう眠りつく時にはすぐ寝たいからもうそのまま同じやつ使っちゃってるんだけど、うん、でもすぐ起きちゃうんだよね。あ、いい枕には出会いたいと思ってて。だってさ、このセブンなんちゃら、セブンスピロー、うんうん、これすごいよ、7つの機能がついてんだよ。あ、そうなんですね。あのね、頭でしょ、うん、右肩左肩首背中ってここ7箇所じゃねえかよそれどっかで聞いたフレーズ北海道のどなたかの首眼器みたいな。でもね、体温とか圧力に応じて変形するっていうか、これいい、でかいな。でもこれなんか枕っていうよりももう背中まで覆っちゃってるマットレスみたいな ね感じですよね。そうか、でもちょっと私ここのマットレス使ってますよ、うん、本当に、うん、根性ねえな、低反発なんだろ。根性ないんですよ、すぐ諦めちゃうの、そう、でも腰で、ね、すごい腰痛持ちなんで、うん、すごい助かってますけどね。そうか、なんかほら浅田真央ちゃんが宣伝してる、うん、ほらエアウィーブって。あ、そうだね、うん、あれもいいなと思うんですけど、あれはお高すぎてちょっと、ね、高いんだ。すごい高いんだ、ね、やっぱね、いいの点で支えるとかなんかいろいろあるけど、まあ昔はさ、俺らガキの頃っていうのはさ、板の間で寝ろぐらい言われてたんでね。ふかふかだとその背骨が曲がるって、ね、だってもうせんべい布団みたいなね。そうそう、本当にそれで畳よりも板の間で寝ろとか言って、でそば柄のそう、ね、だけどあれも根性論と一緒で、やっぱりちゃんとふかふかの布団で寝た方が良かったんじゃないかと思うんだよね。まあ、だから日本の文化ってほら正座もそうじゃないですか。そう、ねどうなんですかね。だって星座なんて落語の時しかしないもんね俺俺一番許せないの、うんうん、一番許せないのは、うん、枕なんだよ。ピローじゃないんだよ、うんうん、枕そこね俺それ絶対許せない。そうだね、うん、枕そうだよね、枕やっぱ男は枕だよねピローじゃねえよ。ピローじゃない。いやそれ英語で枕の意味なんだよ。もう昭和の親父が吠えてますよ。低反発なんかじゃ寝てらんねえんだよお前みたいな。いい加減にしろみたいな。チャブ台ねひっくり返しそうな親父たちが叫んでおります。ね、やろうみたいな。どうですか。根性でね。萩中音楽祭の、来たる2月19日日曜日、第6回萩中音楽祭大田区民プラザホール、小ホールで行われます。ポコガールズ、シュガーベイビーズ、カキガラキッズなどが決勝に進んでおります。私、スペシャルゲストと&審査委員長で行きますんで、皆さんどしどし集まってください。2月19日日曜日です。なんと萩中音楽祭でニューグッズ出しますよ。お復刻版の、うん、ティーバックパンティー翔さんのうんこ座りつきついに復刻出来上がってきました。鍵中音楽祭から、行きたいと思いますね、復刻ティーバックパンティー。あとですね、残っちゃった、うん、残っちゃった、マルベル堂の翔のブロマイド一時期バッて売ったんですけど、なんか知らないで残ってるやつがあんの発見して、あ、これはセットで売るしかないなんか在庫処分的な。だから写真的にはね、
4年ぐらい前かな、4、5年前の俺。なるほどなるほど。でもブロマイドそういうもんじゃん。吉永小百合さんが綺麗だった時のやつをこう見て、まあ素敵綺麗だなって思うでしょ。だから横浜銀杯師匠はもう 4、5年前ブロマイド、ああ翔くんかっこいいみたいな、今と全然違うみたいないやでも今も変わらずなぜなんですね、あとはあのーうん、エイブルさんどっちかってコラボしてるところの、うんはいはい、してるところのショーの、コーチジャケットとかね、うんうん、初めて持ってきますんで、あとバンドとしては440ロックノールクラブという名前で、バンドの方やります。それの T シャツなんかもお持ちしてますんで楽しみに来てください。以上です。さあじゃあ先に曲に行くか、ユッキーのコーナーに行くか、どうしよう。いや曲いっちゃうよ、はい、本当にゆっくりで行くんだね。わかりました。それではお届けしましょう、横浜銀杯さん、ぶっちぎりスタートから揺れて揺られてロリーナイト。この番組は真心こもったサービスを提供、安らかな葬儀をしていただける365日24時間対応の江南中央駅すぐそばの清水公益社サバスホールさん、戸塚区戸塚町をはじめ関東関西に展開している植木屋ガーデンエクスプレスのベテラン庭師の松沼さん、四季折々のフルーツや甘くてジューシーなフルーツケーキなどが揃う老舗果物専門店ティーベリー豊田屋さん、心からくつろげるひとときや本当においしいと思えるひとときなど心をより豊かにする活動を行う JT さん、そして困ったときに来ていただければすぐに治療ができるをコンセプトに横浜市内に5店舗の接骨院整骨院を展開している我らが勝田メディカルグループの提供でまだまだ放送させていただきます。はい、八兵衛さん、マコピーチョコレート持ってきてくれました、ありがとうございます。寒い中ありがとうございます、ね、本当寒いから今日は風がすごいもう突き刺さるような寒さですもん ね。あのさ、みおちゃん作ってきてくれたのプリンみたいな、プリン、うん、プリンプリン今日プリンプリンしてるからね、どうしましょう、どうしましょう、今日なんか調子いいねいやほらナレーションのような喋り方にしてるね、それでプリンプリンって言われて、一番最初だけじゃないイケボでプリンプリンって言われると、ね、イケボです一つ潔に言っても、あじゃあやっぱりユッキーにしようかな、一個いいかな、どうぞ。それね、税金の話が来てるんですよ、うんね、税の話をね、群馬の M さん、女の子です。皆さんこんにちは、いつも楽しく聞いてます。先週の放送で税務署の方がなんとギターが趣味と興味深く拝聴いたしました。しかも去年のランさんの追悼の中野ライブにもいらっしゃったのこと、私も中野に行ったのでじゃあご一緒してたんだと親しみを感じてしまいました、うん、税金の歌ということで作曲は無理ですがこんな詩を考えました。タッ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 クスタッ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 クス、何かを手に入れたら少しだけ返そうそれが税金、何かを手に入れたら少しだけ返そうそれが税金、君に返すよ未来に返すよみんなの宝物になるよ、なんか変かもしれませんがありがとうございます、いいじゃないですか、うん、タッタッタックス、よくロックロールっぽいね、ね、なんかだから曲をつけて、ね、君に返すよ未来に返すよみんなの宝物になるよ、はいはい、いや今だから本当に税金の歌を全国で、うん、応募しようよ、そう募集しようよ、俺曲つけるから、あいいですね、チャチャチャタックス何かを手に入れたら少しだけ返そうそれが税金これで印税で儲けてまた税金払いタッ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 クス Thank you。じゃあユッキーお願いしますノリノリのショーさんですね、作るよ、はい、曲はい、今日は戸塚の、お店紹介のコーナーは、うんはい、和菓子屋さんの、吉田屋さんを、吉田屋さんしたいと思います。消防署の前だよね。そうですね、戸塚の消防署の目の前にある、うん、昔からねある和菓子屋さんなんですけど、こちらあの創業は大正時代、たたずまいもちょっとそういう、そうですね、まあ、だいぶ建て替えたりとかもされてるんでしょうけれども、すごい落ち着いた感じでね、あのもう戸塚で100年以上うわすげっていう和菓子屋さんなんですけれど、ここがねもう本当美味しくて、うんうん、ちょっとあの取っといたぐらいなんですよね何取ってて、ご紹介するのね、紹介するのにね、そうそうそう、で満を持して、そう満を持して登場、うん、いつも言ってるけど、うん、であの ここのね吉田屋さんは、うん、あの美味しいもの戸塚ブランドに、うん、やっぱりあの選出されている、ガサガサうるさいよ大ちゃんあったあったあった
おかしな戸塚豆腐というね、お菓子があるんですね。おかしな、おかしな戸塚豆腐、はい、今翔さんと、大ちゃんにも、バレンタインで、あ、本当だ、おかしな戸塚豆腐だ、これが美味しいの、豆乳使ってんだよね。そう、豆乳を使ってるんです。豆乳使ってるんだ、体にいいよね、はい、そうです。生地に豆乳と卵白を練り込んで焼き上げた、そう、食いって、そうじゃない、スタジオで食べていいなら食いって、だからすごいふんわりもっちりした、うん、その生地の間にあんこが入ってるんですけど、うん、このあんこが、まあ、普通のあんこと、うん、ゆずあんのあんこ、ゆずあん、ゆず、あ、ごめん、ゆず味のあんこ、ゆず味のあんこ、うん、ごま味のあんこ、ごま味のあんこ、はい、2つありまして、私ゆずの方が好きなんですけど、俺ごま、もうすごい甘さ控えて、ね、俺ミックス、いや、いいで、結構戸塚で、戸塚のお菓子をどなたかにこう、うん、ちょ持ってきたいよと、あ、そうだ、ね、いう時にはすごくおすすめのお菓子なんです。そうだね。でそれと同時にやっぱり有名なのが、うん、ワンマンドーモナカ、うん、おー、ワンマンドーってワンマンドーって一国道みたいなじゃないかね、ワンマンドーのね、そうそうそう、道ね、ワンマンドーもなか、昔ね、戸塚の大踏切今なくなってしまいましたけど、あそこがね渋滞して、大磯からね東京に車で通う、ワンマン首相の吉田茂さん、そう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 、ね、がいつもイライラしていたということで、うん、踏切のない道を作れという一斉で戸塚バイパスが、建設されたわけなんですよ。そうですね。で、それをワンマン道路って呼ぶようになって、うん、その名前から、ワンマンモナカ、ワンマン道モナカと言って、うんうん、そのモナカを、発売されているんですけど、こちらもだから車のタイヤの形をしてるんですよ。ああ、そうなんだ、うん、しかもなんかこの低層っていうかの、パッケージもさ、はい、車が書いてあってさ、すげえ、ね、なんだこれ、キャデラックだかな、お、一瞬ね、サバンナ、昔のサバンナみたいな顔してんだけど、フォード、これキャデラックだな。じゃあ吉田元首相が乗ってらっしゃったんですか。乗ってたんじゃないこれ、わかんないけど、わかんないけどキャデラック見えるなで、そんなちょっと戸塚由来のお菓子もここで、買うことができます。あ、書いてあるんだね、モナカ一個ずつに。あ、本当に、そう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 、戸塚踏切の今、ユキが言ってくれたやつね、はい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 、戸塚バイパスをワンマン道路と呼ぶようになりました、うん、ね、でちょっと面白い、うん、ね、戸塚お土産にいかがでしょうかということで、これでも一気、戸塚豆腐ってあるでしょ、うんうん、実は江戸時代とかに戸塚は豆腐が有名だったの、知らなかった、うん、うどん豆腐っていうのが有名で、イメージするとところてん、うん、お豆腐の箱ってあるでしょ、四角いやん、うん、あれをところてんの突き出しでポンってついて突き出しで食べ、めんつゆで食べるっていうのが戸塚の有名なメニューだったの。ところてんのあれに入れてギュッて押し出して、うん、だから豆腐を押し出す、うどんみたいになるじゃないですか。なんか夏場になるとちょっとなんかね、ちっちゃいのに入って売ってますよね。そういうところでじゃん。そうやだから豆腐をそれやん。そうめん豆腐みたいな感じで。そう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 。ちゃんと出てくるの？へえ。出てるんだよ。あ、だから気分さんがね、そうめん豆腐って作ってるよね。あ、そう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 。あ、そう。気分さんそこらにあるじゃん。食いて、すっげえ食いて。今日の昼はそうめん豆腐だな。ヘルシー。ヘルシー。でここの吉田屋さんはですね、うん、他にもいろいろとお菓子をがあるんですけども、うん、入るとねもうすごいんですよ。もう正面に、うん、正面の、ガラス張りのねショーケースの中にはいっぱいお菓子が並んでるんですよ。で もちろん定番のね、お団子とか桜餅とか、ね、金つばとか、うんうん、ね、上生菓子、綺麗な上生菓子も並んでいて、でそれとあとバターどら焼きなんかもね、おあっていい、ね、マシュマロとかもありますし、ね、あと戸塚 の、うん、有名な戸塚だよりとか、うんうん、そういう有名なね、お菓子も置いてありますので、戸塚豆腐が気になってるな、戸塚豆腐はすごくおすすめ、食べたいなこれ。で、ね、そこのラジオで紹介したいんですなんてお話ししたら、うんうん、ちょっとサービスしていただいちゃって、これも食べてってなんて言ってもらっちゃったんですけど、ちゃんとお金払ってくださいね。おすすめは、おすすめは、うん、って言ったら、まあまあね、今まあちょうど期間限定で、うん、いちご大福と、うん、糖果って言って桃のお菓子って書くんですけど、うんうんうん、こちらがね、ほんまに美味しかった、すごい、一人で食べたんでしょ、一人で食べました、持ってこないこっちにもうほら期間限定だし、リックユッキーはこういうやつだからね大好き大好き言ってるけど、もうこのいちご大福も、うん、まあ、よくあるじゃないですか、うんうんうん、もういちごとこの周りのね白あんのこと絶妙な、うん、それは和菓子屋さんに違うよね、違いますね、うん、でこの豆花も桃の果肉が入っていて、見た感じはもう翔さんとか大ちゃんが大好きな桃のね、うんうんうん、プリッとしたね、ケツみたいなね、プリッとしたね、
男性がみんな好きなね、モルモーさん。なんでそれ話だけなの、そのプリッツィの見せてくんないとダメじゃん、ここに。だって一口で食べちゃったもん。本当にふざけんなよお前。あと草餅もまあここのあたりがこう今期間限定で春先までの販売になるそうなので、ぜひお買い求めに行っていただきたいなと思います。すごい吉田屋さんのお菓子は基本的にこうなんか丁寧なお味と、あとちょっと上品な感じがするので、ちょっと深蒸しのね、あの緑茶とかお抹茶とか、ちょっとそういうのと合わせてお茶をね楽しんで、お茶の時間を楽しんでいただけるような、そんなお菓子がたくさん置いてありますし、あのおや、なんていうんですか、あのおせんべいとか、ああいう日持ちがするお菓子もたくさんあるので、本当に何かあのおもたせでねっていう時にはぜひ吉田屋さんご利用していただけたらと思います。濃いめのお茶いいよね、ですね、深蒸しいいですよね。俺はすっごい熱いやつの濃いの飲んでね。カリントマジって食わなかった？カリント ありましたね。あれ美味しいよ。ね、あれ美味しい。よく言ってるんだね。いいなみんな。俺全然言ってないんだよね。やっぱ。あ、やっぱ行かなきゃダメだね。和菓子たまにいいですよね。こうね、ゆっくりとね。そうね。ティータイムで。そうなんだ。え、お休みは？お休みは、火曜日がお休みです。はい、連絡先は045-881-0138、住所は戸塚区戸塚町3960、あの場所的には戸塚の消防署の前になります。お時間は9時から、5時まで、夜というか夕方のね、5時まで営業されているので、ぜひご利用ください。いいなということですね。いいなあ、ここ、そうそうそう、添加物も使ってないので、うん、あ、そうなの、うん、とっても安心してお召し上がりいただけるお菓子がたくさんあります。戸塚お寺がいっぱいあるから和菓子屋さんもいっぱいあって、みんなちゃんとしてんだよね。あ、そういうことか。あ、確かに。あ、そういう背景もあるかもしれないね。そうだよね、で目の前もお寺ありますもんね、遡っていくとね、うん、あ、そう、ワンマンドーモナカ、このもういいな、しょモナカもまたね、中のあんこが、うん、あのお店によって違いますよね。すごいあの甘さ控えめで、すごい上品なお味ですよ。食いてえな。だから戸塚の和菓子屋さん行くと、もう賞味期限短いから早く食べてねって、もうそれはもう決めあり文句で。ああ、そうなんだ、うん、やっぱね、添加物がない分ね、足も早いってわけで。はいはい、はい、いやいいじゃないですか、吉田さん。吉田屋さん、ぜひお出かけください。え、翔さん、さっきね、翔、うん、さんの絵が描いてあるティーバッグって言ったじゃないですか、うんうん、あれは女性もんなんですか、男性もんなんですか。そう、女性もんなの。男性も今ね、ティーバッグ版に履くけど、履くから、うん、あの復刻版で作ってるんで、もちろんあの当時の女性もののティーバッグのフロント部分にうんこ猿の刺繍、もう一個はお尻の方に、お尻の方にもある、ある印刷できるし、ちゃんとあのちゃんと刺繍してるんで、ちょっとね、高価なんですよ。なんかあの銀ちゃんシリーズも欲しいですね。銀ちゃん、あのハエのやつもね。そうそう、銀ちゃんの第2弾は銀ちゃんティーバックパンティー。銀ちゃんパンツでいいです。じゃあティーバックの方はちょっと履けないんで、パンツがいいです、ね、いやでも俺まあね、あの、あ、銀ちゃんのトランクスとか可愛い感じですよ ね、 いいね、そうね、銀ちゃんはいいよ ね、 ね、銀ちゃんいっぱい書いてあるハエだよあれ、銀ちゃんって。あとほらボクサーショーツで男子のほら、あのお尻に大きく銀ちゃん、ね、うん、お尻にハエがついたらなんか漏らしてるみたいな感じになんねえのかな。大丈夫かな。まあ、あ、ちょっと愛嬌があるからね、ね、可愛い、ね、ティーバックだったら翔さんの手形か、だから、ね、手形なんだ、おかしいだろ。そうです、秋田でティーバッグパーティーは女性ものですんで、男の人は女性へのプレゼントね、はい、決してお前相手見せろよとか言わないんですけど、ね、絶対言っちゃうじゃん、俺たちのファンの年齢層がしたら、彼女に買って、おショーのティーバッグパーティーを勝ちじゃないですか、ちょっと見せてみろとか言って、入らないとか。やべ、昼の番組だった。いいところで、大ちゃん、うたさんの人生楽しみましょうでした。また皆さん来週まで、バイビー、バイビー。